にちは、高木です。今日は石川県の金沢市からスタートです。今日はね、ぼっけー天気で日差しが眩しいぐらいのそんな日なんですけど、今日は石川県から福井県を目指して走っていく予定です。今金沢市内抜けてますね。はい。で、今日の最初は金沢でも有名な東茶屋街っていうところがあるんですけど、そこを散歩していこうかなと思っております。今ね、東茶屋街向かっているところです。それじゃあまずは散歩から始めようということで、東茶屋街を目指していきます。ユシャ Z 駐車場に停めました。それじゃあこれから東茶屋街の方行ってみましょう。めちゃめちゃいい天気です。散歩日和です。今日は6月の下旬なんですけど、なんかね、真夏のように暑くて、でも川からの風が少し気持ちよくて、そんな金沢の朝です。ここが東茶屋街です ね、両隣めちゃくちゃ綺麗な建物が並んでます。で、この辺りね、金箔が有名なんで、金箔ソフトとか金箔にまつわるものたくさん売ってますね。はい、とても綺麗な通りです。ここもおしゃれなガス灯みたいなのがあるんやね。夜に来たことはないけど、きっと夜も綺麗なんでしょうね。この辺の街並みもすごい綺麗です。この木からね、木漏れ日の陽気っていうのか、木漏れ日からの日差しが本当に夏そのものですね。すっかり夏になったもんだな。紫陽花もね、名残惜しそうに咲いてますね。本当にね、いい街並みがありますね。東茶屋街散歩してきました。大変優雅な朝でしたねえ、まあ石川県の金沢っていう街は本当にいいところがたくさんあるよね。他にも兼六園とかってね、日本三大名園なんかもあったりするし、とてもね、少しの時間じゃ回りきれないぐらいこう見どころがたくさんあるんですけど、それはまたいつの日かこうサブチャンネルでね、ゆっくりゆっくりやってみたいなと思います。はい、さあ今度は金沢の街を抜けていきましょう。さあ次は福井の街やね。福井でご飯食べて、そしてまだ走ったことないところを走りに行きたいところしばらくはバイパス走ります。少し雨がパラついてきました。国道8号線走ってます。福井まで26キロというところなんですが、ここですね、ここから石川県から福井県に入りました。福井県入りです。福井県のあわら市を走行中ですようこそ福井県。どうもどうもお昼の12時になりました。今ね、福井市内に入ったところです。福井の街並み見えますでしょうか。いろんなお店がありますね。それでお昼ご飯はこの福井の街で食べようと思ってます。今日行こうと思ってるのは福神さんっていう、なんかね、ソースカツ丼とかやってるお店ですね。福井はヨーロッパ圏さんとかもそうですけど、ソースカツ丼がね、わりかし有名なので、今日はソースカツ丼食べに行きます。お店まであと3キロぐらいかな。福井の街中を走っていきます。はい、福井市にある福神さんに行ってきました。こちらたくさんメニューがあるんですけど、中でも人気なカツ丼を注文しました。
で僕はカツ丼の大を注文したので、ご覧のようにもう丼からカツがはみ出てますね。それでも蓋をして押さえているところになんか粋な計らいを感じました。はい。でカツ丼というとね、卵とじのやつをイメージしますけど、福井県でカツ丼っていうとこのソースカツ丼が出てきますね。それでとんかつは結構薄めになっていて、それが4枚ほど乗っかっている感じです。まあ、薄めな分こうソースがよく絡むし、で脂っこくないというかね、食べやすい感じになってました。肉の脂身も結構控えられていたので、見た目よりはこうあっさり食べられるソースカツ丼でしたね。あと米もうまかったな。福井県の米を使ってるらしいんだけど、それも美味しかった。とんかつとソースとご飯、すごい美味しかったです。ごちそうさまでした。いやー、福井はね、ヨーロッパ圏でもそうでしたけど、カツ丼って書いてあるけど実はもうソースカツ丼だよっていうのがこうね、ローカルルールみたいな感じでいいなと思いました。ふう、美味しかった。街をまた走っていくぜ。よっしゃ、今ね福井の街中を抜けて国道305号に出てきましたね。これを左折して敦賀とかね、土の方面へ曲がっていきます。目の前見えますかね、海ですね。海がよう見えます。よいしょ。この辺りは甘エビとか越前ガニとか売ってるね。さあ、福井の海沿いの道を走っていこう。この辺りは初めて走るから、ちょっと景色も見ながら走っていきます。敦賀まではあと46キロです。うわ、浮き輪つけてチャリこいでる。夏かな、夏だな。さあ、潮風ラインっていうのに入ったよ。名前の通り窓を開けたらもう潮風がバンバン入ってくるような、そんな海沿いの道路ですね。福井の海沿いの道はね、特に福井から敦賀にかけて南へ行く方だとこんな風にこう、これから行く道が見えるっていうのがすごくいいね。あ、この先はあそこに繋がってるんだなみたいなね、そういうのもなんかすごくいい。海沿いを本当突っ走っていくというかね、爽快感のあるシーサイドロードやなと思いますね。バイクもさっきからよく見かけるんだけど、その理由もよくわかる気がする。とても流すのが気持ちいい道路です。ほら、バイクが休憩してるよ、いい道だ。暑いね。気温は32度ぐらいあります。ここは福井県の水晶浜海岸の、近くですね。近くの道路です。こんな感じでね、キラキラした海がすぐそばの道路ですね。こう福井県の海沿いの道は本当面白いよね。この道をさ、こんな感じで海沿いをずっとこう走っていく感じ、どこまでもどこまでも続いているからね。特にこんな天気のいい日は福井の海沿いの道は本当面白いね。かなり暑くなってきたからタイヤもね、だいぶ熱が入ってきたな。かなりこう熱で柔らかくなって乗り味もちょっと変わってきた。かなりなんかしなやかな感じ、当たりが柔らかい感じになってるな。はい、じゃあ走っていこう。さあ、ここからね、三方五湖レインボーラインっていうところに入っていきます。有料道路なんですけど、景色がねいいっぽいんでちょっと行ってみましょう、せっかくなんでね。お、料金所が見えてきましたね。ここから三方五湖レインボーラインです。料金は普通車1060円かな。よいしょ。はい、気をつけて、はい、いってらっしゃい。
なんかね、山頂公園まではなんか時間の都合かな、行けないみたいなんだけど、他の駐車場でも景色がいいらしいんで、そこに行ってみようと思います。第一駐車場と第三駐車場は綺麗やでって言ってたんで、ちょっとねそこに寄ってみますかね。ひょー、いいね、道路はご機嫌やね。標高を上げながらこうこっち側にね湖が見える、そんな道路、ガンガン標高を上げていくし、でも路面は綺麗だし、でも有料道路だから交通量は少ないしという感じで、雰囲気のええこう駐車場もあるね。けど おすすめの駐車場はこの先ってようだっけ、そこに泊まってみようと思う。うおー、なんじゃこりゃサーキットみたいな超超超急カーブが出現。まあ Z なら余裕だけどね。ヘアピンからガツンと登っていく感じもいいね。走るのもめちゃめちゃ面白いところやな。ただそれよりも期待しているのは景色の方。この先に第三駐車場があると思うから、そこに泊まって景色を見てみよう。よいしょ、ここは三方五湖のレインボーライン第三駐車場です、いいところですよ。景色見てみましょう。ここの駐車場からはねこんな景色が見えます。すげえよなこれ、湖が見えるし街も見えるし、で遠くはねこう海なんかも見えたりします。すごいね、めちゃめちゃ特徴的な風景。あそこが多分三浜町ってとこで、真ん中ら辺が決戦町っていうところで、多分向こうはね若狭町っていうところかっこ多分ですね。すごいよな、本当にこんな風景は初めて見ましたね。福井の特徴的な風景が見れてよかった。レインボーライン来た甲斐があったぜみたいな感じですね、はい。あとはね第一駐車場も映像って言ったんで、そっちにも行こうかなと思うんですが、もう少し風景眺めてから行きます。すごい風景だな。第三駐車場もぼっけー景色やったけど、今度は第一駐車場ね行ってみよう。よっしゃ行くぜー、おりゃおりゃ。はい、こちら三方五湖レインボーライン第一駐車場からの景色です。ここはね本当ならばあそこのロープウェイで上の方まで行けるみたいですね、そんなところになってます。こっちはね逆側の海も見えてすごい綺麗ですね。さっきは湖沿いで見れたんですが、こっちはね海沿いも見ることができます。で向こう行くと湖も見えてきます。それであそこのロープウェイ行くと山頂公園っていうところに行けるんですが、上はねこんな感じになってるみたいです。足湯とかテラスとかカフェとかいろいろあるみたいです。ですのでここに来たならばあそこのロープウェイから山頂公園に行くのが良さそうですね。第一駐車場からの湖の景色はこんな感じ。本当にこう独特な景色ですね、とってもいいところです。うわぁ夕日もすんげえ綺麗になってきた。さあ景色がいいね今日も綺麗な夕暮れが見えそうです。ふぅ、暑くて顔洗ってましたいやここはねなんか上の山頂公園まで行くとこう真のこの三方五湖の景色が見れるというか味わえるみたいな感じなんですね、でも本当に本当独特な風景で、
もう福井のここでしか見られん風景ですよね。なんで一度行ってみるっていうのはいいんじゃないかなと思いました。さあ今度はねレインボーラインを降りていって、近くにねエンゼルラインっていうのもあるらしくて、そこに行ってみようと思います。そこに着く頃にちょうど夕暮れの時間帯になると思うんでね、沈みゆく夕日を眺めようではありませんか。ということでエンゼルラインを目指していきます。今エンゼルラインに入りました。エンゼルラインね、なんと夜の19時から朝の7時までは通行止めみたいですね。いや知らなかったんでびっくりしました。今の時刻は18時、ギリギリセーフです。いや今日もね実はあんまり眠れてなかったんですよ。だからどこで昼寝しちゃろうかなって考えようたんで、ほんま昼寝せんでよかったなと今心から思っています。よかった、昼寝しなくてよかった。ということでねエンゼルライン無事走っていけそうです。頂上には展望台があるみたいなんで、そこを目指してエンゼルライン登っていきましょう。上り勾配は 10%、 道はちょっと荒れてる、そんな感じ。さあどの辺りがエンゼルラインのエンゼルなんだろうか。展望台まで行ければ分かるのかな。 Z で登っていきます。さあ着いたかな、ここかな、あもう一個上か。うわーすごい。うわーこの先すごいね、すんごい景色なんだが、さらに上があるみたいだって、行ってみよう。よいしょ。なるほどね、こう空の上みたいだからエンゼルラインなのかな。広い駐車場になってるね。この辺にちょっと止めてみようか。景色見に行きましょう。さあどんな景色なんだ。よいしょ、着いたぞ、エンゼルラインだ。ふう、ちょっとこう日が沈みかけてるね。若狭湾の国定公園ね、いろんな島の名前が書いてある。うわーうわーすごいぞ、すんごいよく見えるぞこれ。向こうの方も景色が見えるわ。ちょっと行ってみよう。こっちは小浜湾と若狭湾が見えるらしいわ。すんげえな、360度よう見える。でこっちの方面は丹後半島とか見えるみたい。すごいね、360度もどこを見ても景色がいいね。えすごいとこだわエンゼルライン。あそこに Z が止まっていますね。でこの反対側からは越前岬っていうのが見えるらしい。こっからの景色もすげえ。ねえ福井のあの独特な地形がよう見えるじゃろう。これ福井の海沿いの道路を走るとこういう地形に沿って走るから、すごいね特徴的な海沿いのドライブができるというわけですね。これもまたこう福井県の魅力なのではと思いながら今日は海沿いを走ってました。さあそんなこと夜間にこう日が暮れてきたんですけど、19時から通行止めというかね通行禁止になっちゃうんで、まあ日が暮れる前にねちょっと山を下っていきますかね。エンゼルライン景色が素晴らしいところです。今日の宿に到着です。海の幸と絶景風呂定山荘さんかな、今日はこちらに泊まります。
いやー、潮走ってきた。よし、到着。今日の部屋はここですね。よいしょ。あー、今日は和室だ。落ち着けるな。バスとトイレは別らしいんだけど、なんかここに古めかしい洗面台がある。そして謎の勝手口、なんだ、どこに繋がってんだろう。ゴリゴリの外、いいね。僕はこういう雰囲気好きだから嬉しいね。じゃあ一杯やりますか。お風呂入ってきました。晩ご飯食べましょう。近所のスーパーで買ってきました。照り焼きチキンと彩り野菜のお弁当半額、ひじき半額、そして札幌ビールの長いやつです。いただきます。それじゃあ今日は、うい、かんぱーい、かんぱーい、かんぱーい。うめえ。いただきます。照り焼きチキンだ。うん、うん。さあ今日も豪華な晩ご飯なんですけど、明日はですね、いよいよ中部北陸の旅の最終回ですね。明日は福井県から岡山県の方へ一気に走っていく予定です。結構ね、長かった、振り返ると長かった旅ですけどね、明日も最後まで気を抜かずにいい旅にしたいと思っていますな。はい。ということで、明日も頑張って走っていきます。おやすみなさい。